さあ決戦シリーズのトップを飾るのは大阪から東京に乗り込んで目下大活躍、テンポの速いしゃべくりで新しい得点地獄をどう乗り切るか、青島金太モンタだ。本当にね、はい、もうサバイバル第2弾ということでね、そうそうそう、この10組からまた5組変ねや、これがお前何気楽に言うとんねん、お前は。いやいや本当に気楽に笑いながら言うな、お前。楽しいからほんま酷な番組やね、ほんま。いやいや、まあね、もヤコペッティの世界残酷物語やで、切り方言うてみりゃそうや、それは。まあ、みんなよう平気な顔して見とんな、ほんま。いや、そやけどそれが楽しいからみんな見てんねやないか、お前。ほんな俺は土佐犬か、お前。俺もシャモか、俺は。いや、そんな日が甘いでもええから。そやけどもね、出てきた以上俺は絶対残るからね。まあまあそうですよ、ほら毎日いろいろ頑張ってるからね。なんかやってんのか。家帰ったらね、トンネルズのわら人形売ってるしね。一番で金蔵にはね、カミソリの不幸の手紙まで書いてあったよね。せこいな、お前は。興味はこれぐらいするの飽きまへんねん、お前。もっとね、先生のどとフェアと戦うフェアに。まあ、それもそうやけどね。な、敗者復活戦に頑張るとか。ほんとお前。まあ、我々はね、コンビ組で4年経つんですから、ね、もう早いもんです、4年というのはね。ここだけの話ね、あの漫才コンビの仲悪いのが多いんですって。いや、知らんでしょ。これはもう舞台で一緒に喋ってるけどね、はいはい、見たおるたら口も聞けへんからね。そういうの多い、まだ中でも一番仲悪いんがね、あの2ビートさんね。2ビートさん、なんでわかんねえの。清さんなんか舞台の上でも口聞けへんがな。意味が違うね、意味が、お前は。僕らもそうですね、もう舞台ではこうやってニコ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 してますけどもね、はいはいはい、これはあくまでも営業用の顔でね、こんなもん舞台降りて楽屋変わって意味は全然ちゃうからね。お疲れさん、帰るわ。なんでやねん。んなことあるかいな。ほ、いや、ほんま仲良しですよ。そんなことないわ。おめえなんか今日ここへ来る時もね、二、うん、人一緒に手繋いできたもんねって。変は気持ち悪いな。ちょっとおかしいわ、お前。何がおかしいね。そうですよ、電車乗ってもね、周りガラガラやのにね、うん、わざわざ僕の背、あ、この膝の上に乗ってきまんのかって。閉じったから受けへんやないか。閉じたから受けへんやないか。言えへんかったら分かるか、お前は。分かるわ、そんなほんまね、気持ち悪い男でね。何が気持ち悪いねんな、もう。コロッケと文通しとんね、こいつ。ちょっと待ってよ、お前。ね、ペアのボディースーツ着とんね、いやー。2人でさっき少女フレンドを撮ったよ。読むか、そんなもん、お前。おかまや、こいつ。アホなこと。おかまや、おかまや、聞いたわ、おかま。アホなこと言うな、俺はまともや、俺は。俺は男よりも女の方が好き。しょうもないこと言うな、お前は。お前、言いもってだんだん内股なっとるやん。内股やる男はビシッとせえ、ビシッと。ほんまに俺は男よりも女が好きやねん、俺は。コロッケも昔はそう言いとったよ、お前。知らんわ、俺はそんな人のこと。お前、俺はほんま女の子好きやっちゅうねん、俺。ほんまか。うわ、可愛い男の子。どこ怒るじゃん。その明るいおかま。明るい。この立ち方やめよ。冗談やないか、これは。ほんまに男よりも俺は女の子好きやっちゅうねん、俺は。そこまで言うな。俺がこれからいっぱいお前がな、まともな男が一回どうかした。テストしたろ。テストで何のテストだ。だからいろんな人物の名前挙げていくからやな。女の名前が出てきたら好き。男の名前が出てきたら嫌い。こうやってやってみる。お前やれ、それ。俺がせな。そんな恥ずかしいの、俺ようやるわ、そんなもん。おかまや、おかまや、おかまやから。やる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 。どうするで、どうするで。女が好きで、うん、男が嫌い。何、女で、女が好きで、うん、男が嫌い。内股やめ言うてる。わかったよ、来い来い、なんでも。ほんまか。来い来い。わ、かっこいい男の子。どこ。ほら。冗談やないか、これは。なってへんやないか。来い来い、なんでも。大丈夫か。わがしょけ。ボイガミ、嫌い。そう。何の調子や。ほら、それを待っとったよ。まともやって、俺。次。あ、乗り子。嫌い。短期教皇。やっても無理。急にやるから、急にやるから。ま、急にやる。西田敏行、嫌い。渥美清、嫌い。マッチ、大好き。大好き。コロッケお前はオカマ。アホなこと言うのは私オカマ違うわよ。それがオカマ。酒井邦夫のお前フレーズやねん。酒井邦夫で何言うの。俺は違うって、違うって俺は。中尾美恵、お茶漬けラーメン。そりゃ連想ゲームやないか。いや、お前偉そうに言うけどな、こんなほんまに分かんのか。お前もうこれまともな人間やったらね、すぐ区別するからね。ほんまかいな。これお前分かんのかいな。当たり前やないか。かわいいなおこ、好き、次の太郎、ただとし嫌い、けんなおこ、パス。パスすな、パス。わざいことけんなおこ、パスや、パスを。なもお前、めちゃくちゃ言うてんな、お前は。なじめまさこ、好き、次の太郎、郷ひろみ、けんなおこ、好き。お前またどうしたらいいか。お前めちゃくちゃ言うな、お前は。夏目雅子好き。ああ、郷ひろみ野口五郎、佐田純子好き。もう森雅子好き。さ、まあ、早よ言えよ、お前。もう今日はこじまよ。もう何を言うとんねん。もうそれでは元へ、もう何を考えとんねん。もうどこ行ったか全然分からんようになってきた。もう今日めちゃくちゃ上がってんねん、俺。元へパート3、はい、お前めちゃくちゃ言うな、お前。何がやねん。夏目雅子好き。あの
らいいつでもやるぞ、いつでも俺は。今日のお客さんね、うん、我々1時間ぐらいまでありますから。それでは元へパーッと4、はい、お前めちゃくちゃ言うなお前は。いいえいいえ、夏目雅子好き。あこれ何やったかな次お前。もう俺今から大阪帰ろう。いやそんなそんなことあれへんわ。分かった分かった。それでは元へパーッと5。めっちゃ言うな。何やねんこればっかりやねんかお前。夏目雅子好き。西城秀樹嫌い。野口五郎嫌い。桜田淳子好き。五木ひろし嫌い。森進一嫌い。大田玲子好き。村田秀夫嫌い。うまい。こと言ったのか。これがまともな人間やからね。お次のピーコ、え、ピーター、カルーセルマキどうもおけ。ワオワオはっきりせえ。みんな好きやん。どうもありがとうございます。